トロロッソ STR12 は、スクーデリアトロロッソが2017年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。バルセロナのカタロニアサーキットで行われるプレシーズンテストの前日、2017年2月26日に、新車発表会が行われた。これは2017年の F1 世界選手権に参戦する、 全10チームの中で最も遅い発表であった。パワーユニットは前年のフェラーリから兄チームのレッドブルと同じルノーに戻り、カラーリングもブルーとシルバーがメインの全く新しいコンセプトに変わった。なお、レッドブル同様バッジネームを採用する可能性があったが、開幕時点のエントリーリストにはトロロスソとのみ記載されており、エンジン名の記載はされなかった。 フロントサスペンション、サイドポット、突起がないノーズレイアウトは、いずれも、メルセデス海 1W08EQ パワーと似た、特徴を持っている。テクニカルディレクターのジェームスキーは、メルセデスのマシーンを見て、我々と同じフロントサスペンションだ。メルセデス型のフロントサスペンションだと、多くの人が言うだろうと感じた。ノーズ、サイドポットの前方部分。 それにサイドポットのボディーワークまでもが似通っているが完全なる偶然だと述べカルロス・サインツ・ジュニアもメルセデスとマシンデザインが掃除していることを頼もしく思っているドライバーはダニール・クビアトとサインツの両者とも残留サインツはたびたびポイントを獲得し第14戦シンガポール GP では4位入賞と検討を見せたがこの時点でクビアトは 入賞2回に止まっていた。このため、9月26日に、マレーシア GP と日本 GP では、首跡に変わり、同シーズンスーパーフォーミュラに参戦していた、ピエール・ガスリーの起用が発表された。カーナンバーは10となる。ガスリーは、その後日程が重なるスーパーフォーミュラ最終戦と、アメリカ GP のどちらに参戦するか注目されていたが、ガスリーは、 スーパーフォーミューラに参戦し、アメリカ GP にはブレンドン・ハートレイの起用が発表され、首跡の復帰も決定。サインツは日本 GP を最後にジョリオン・パーマーの公認としてルノーへ移籍した。首跡はアメリカ GP を出走し入賞したものの、次の GP であるメキシコ GP 以降はハートレイとガスリーが起用されることが決定したため、首跡はチームを離脱した。ただ、 結果的に首跡のアメリカ GP 入賞がチームにとってシーズン最後の入賞となった。シーズン終盤のメキシコ GP からパワーユニットのトラブルに相次いで見舞われ、前線のようにグリッド広角を喫して入賞圏外かリタイアのレースが続き、最終戦やブダビ GP でコンストラクターズランキング6位を争うルノーに逆転されて7位に終わった。ありがとうございます。